皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。お母さんの算数数学教室、今回は代入と式の値、これを復習します。代入というのは式の中の文字、これを数字に置き換えること、これを代入と言います。そして代入して式を計算することで、計算した結果、これを式の値、このように言います。代入は、連立方程式を解くとき、関数の問題を解くとき、関数というと比例、反比例、一次関数、二乗に比例する関数、こういうものを解くときに使うとても重要なものです。この動画では最初の画面で中学1年生レベルのもの、次の画面で中学2年生レベルのもの、これを説明していきます。まず基本の1、中1レベルですね。 1x イコールマイナス3の時、次の式の値を求めよう。括弧1、 4x プラス9、ね、これを x のところにマイナス3を代入、つまりマイナス3に置き換えてですね、 x をマイナス3に置き換えて計算しろ、でこういうことなんですね。この4と x の間、かけるが隠れていましたから、代入するときには 4x は 4× マイナス3足す9、こうやって計算します。試算12マイナス12足す9となって、答えはマイナス3、式の値はマイナス3ですね。括弧に x の2乗、x はマイナス3ですよね。ですから括弧の中にマイナス3を入れて、ね、これを2乗するということですね。マイナス3の括弧の2乗ということはマイナス3かけるマイナス3のことですから、正の数になって答えは9と、括弧2の式の値、これは9になります。2番です。ここでは x と y というように文字が2つあるもの、これは使います。 x はマイナス5、 y イコール2、この時次の式の値を求めようと。括弧1、 3x プラス 4y、 この x のところをマイナス5に変えて y のところを2に変えて計算しようと、こういう問題です。 3と x の間にはかけるが隠れているので、3× マイナス5足す 4×2 とこうなりますね。とマイナス15足す8、計算するとマイナス7と、2番の式の値、これはマイナス7でした。では中学2年のレベルに移ります。基本の2の中学2年生レベルに移ります。中学1年生のレベルでは数をそのまま文字に代入して計算する、こういう形でしたが、2年生になると式を簡単にしてから数字を代入すると、こういうものに変わっていきます。1、x イコール5、 y イコールマイナス2の時、次の式の値を求めようと。括弧1、2括弧 x プラス 2y 引く3括弧 2x 引く 5y 括弧と、こういう問題では分配法則を使ってまず括弧を外します。そしてそれぞれ x と y で計算して式を簡単にします。ではまず括弧を外します。分配法則で 2×x で 2x、 2×2y でプラス 4y、 そしてマイナス3と 2x でマイナス 6x で、マイナス3とマイナス 5y でプラス 15y、 こうなりますね。で x は x 同士、 y は y 同士でまとめます。2x 引く 6x でマイナス 4x、 そして 4y 足す 15y でプラス 19y と、
このように式を簡単にまとめました。ここに数字を代入します。 x は5ですからマイナス4かける5足す19かける y はマイナス2ですね。マイナス2ですと、マイナス20足すかっこしてマイナス38、これを計算するとマイナス58とこうなります。まあここの部分ね、もう一回マイナス20引く38と、このように考えても構いませんね。でマイナス58と、式の値はマイナス58になるということです。括弧2番です。 6x2乗y3乗÷3xy2乗と、ね、文字式同士の割り算ですね。この場合まず分数の形にしましょう。 a÷b は b 分の a、こうなるのでこれも同じように考えます。 6x2乗y3乗÷3xy2乗、この部分が分母に来るので 3xy2乗分の6x2乗y3乗、この形で約分していきます。6と3で約分して上が2ですね。 x と x 2乗、下の x は消えますよね。 x 2乗はただの x になります。で y 3乗と y 2乗で、これが消えて1になって y だけが残ります。でこの約分の仕方で苦手なお子さんはこんな風にやってみてください。この 6x 2乗 y 3乗の部分を、まあ下もそうですよね、 6x 2乗だから点を書いて xx と y 3乗ですから、次に yy と使います。下は3、そして xyy と、こういう風にすると x がいくつあるか y がいくつあるかって見やすいでしょ、ね、これならこういう形が苦手なお子さん、ね、いっぺんに約分するのは苦手なお子さんでもミスを減らすことができます。3が1になって6が2と、 x が1つ消えたと、ね、y が1つと2つ消えて、上には2と x と y、 下は全部1になったのでこれは 2xy だと、こういうことになりますね。ここにこの x イコール5、y イコールマイナス2を代入すると、2×5×-2 となって答えはマイナス20と、こうやって式の値を求めることができます。今回はね、連立方程式を解くとき、関数を解くとき、ね、このとき大切な、式の値、代入ですね、代入と式の値、これについて復習してみました。今回も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。